はい、皆さんこんにちは、ムロトフです。カードサバイバルトロピカルアイランド続きをねやっていきましょうか。現在ね40日目ですね。17時20分、もうそろそろ寝る時間といったところか。最近ね気になるのはね、雨がね降らないんですよ。水が全然なくて、ということでここにね水が溜まってるんですけど、蒸発しないようにこっちにね移しておこうかな。あとは多分壺なんかに移しておくといいんだと思うんだけど、さあさあさあ、どんどん入れておきましょう。結構ねめんどくさいんですけど、仮にね今ね乾季を迎えているとしたら、この水ねすごい貴重になってきます。はい、よいしょと。はい、そろそろかな。これで100になるでしょう。あとは鍋にでも入れておくね、その方がいいよね。今の状態だと最もね蒸発しちゃう状態だと思います。鍋さ、グラフィック的にはさ蓋があるから蒸発しないっていう考え方でいいのかな、違うんですかね。さあそれ以外ですけども、こっちにねあるんだよね水は。 36% ですね。ここには何ももうないですね。陶器とか入れておきたいけど、で陶器ね今作られてないのが、塩がねないんだよな。塩どうなってるんだろう。浜辺に行って取ってくるかな。あと気になるのがさ、食料ですね。今はね現状お腹いっぱいではありますけども、我々ねこの粘土クーラーに一応入れております。賞味期限がねあるものですね。こんな感じに入れといてる。水がねこれ必要なのが注意しなければいけない。巻き貝なんかもね食料として食べれるんですね。さあそれ以外ないんだよね。そして今ね換気のために水ろ過器を作ってますけど、粘土とねこのね砂も必要だっていうことか。今ね取りに行っちゃうのは非常に危険です。そして我々さ、ナイフがねもう 5% という形で微妙な感じなので、ナイフね作っていきましょうか。さあ夜中にナイフが作れればいいんだけど、骨ナイフでいいかな。よいしょと。はい、そしてで繊維コードが必要ですね。繊維コードはここで取れるよね。そうですね、よいしょと。どんぐらい必要なんだろう、繊維コード。はい、1個でいいのかな。そしてさっきのナイフをね使えばいいんじゃないの。これ入れ替えっていう感じのイメージかと思うんですけども、45分ですね。はい、これでナイフ2本になりましたと。劣化してる方のナイフはなんかどうなんだろう、こっちに置いときたいんだけど、あ、これ重なっちゃうのね。劣化してるナイフをあえて持ってるっていう意味もないから、2つね常に持っておくっていうことでいきましょうか。さあそれ以外は我々としてはどうしても紐ねいつかずっと必要になると思うんで、時間つぶしでねやっておきましょうか。こんな感じで、あ、違う違う違う、ここまでやったらばさっきの使えばいいんだ。これですよね。よいしょっと。はい、もう真っ暗になっちゃったけど、これがね近くにないと忘れちゃうんですよね。さあ研究ねしているものは何か一応見ておきましょうか。リュックサックですね。これはなかなか大きい研究だと思うんですけども。そしてさ、シャツね作ろうかなとふと思っております。なぜかというと、我々ねほら上半身ねむき出しな状態なんですよね。さすがに下半身はねこのね腰身のあるんですけども、なのでこれ作っていきましょう。まさにね繊維コードが必要、そして針もね必要ですと。針はあれ外にあるんだっけ。おっと、木炭が急にここ出てきた。針が今一瞬見えました。砂ここにあるのね、ちょっと覚えておきましょうか。針が一つありますよと。それ以外はないかな。シャワーってどうやって作るんだっけ。やっぱりレンガが必要だな。ってことは明日レンガをね取りに行った方がいいでしょう。よいしょと。こんな感じですね。あと大きい布で、小さい布はここにあるから、これをね、大きい布にしていくということでしょう。あとはちょっと臭いか、掃除なんか必要な気がするんですけども。あ、待って、これさ、後ろ側にしちゃうといけないんだけど、ほうきですね。ほうきをここで履くのかな？こっちで履いておきましょうか。あ、ダメか。そうか、朝方やりますか。ね、そうしましょう。それでは寝るということにしたいなと思います。さあ、雨降ってきた。まだまだね雨季のようです。今の状態でもね外の水ね溜まってくれているから大丈夫だと思う。大雨になっちゃってる。ほう、そしたらリュックサックができましたと言ってますね。それ以外これ作ろうか。アレンビック、これは蒸留というプロセスでいろいろなね液体をね抽出することができるというね、ちょっと高度なやつですね。
やっておいた方がいいかもしれない。3日間もかかると言われておりますけど。さあ、そしたらば1発目、綺麗にするためほうきですね。1回やりました。もう少しやっとこうかね。1時間かけておきましょう。そして食料ね、ないですよと言われたので、これ食べておこうかな。もう1個ぐらい食べる、どうしようかな。もう1個ぐらいでも食べた方がいいかもしれないね。よいしょと、サクッと、まずとりあえずこれですね。もうちょっとお腹空いたらこっちをね食べていくと。で、外に出てみましょう。水をね、5キュウリ飲みたいんですけど、これ水ね溜めておくでしょう。それ以外はこれね溜める指示を出すでしょう。そしたらばさすがにここパンパンになってると思うんで、体を洗う。ちょっと洗ってみましょうか。寒い、すごく寒いってなっちゃってるんだけど、体洗うのもね大切かなとも思います。うん。そしたらば我々は今のところこれ作ろうとしてんだけど、なかなかさ手に入んないんだよな。うん、斧ね。まあいいかってことで、今回はねちょっと塩の状況を見に行きましょうか。今さ最悪なんだよな、見に行く状況としては。水がね入っちゃってるから、まあ何はともあれですけど、入江に行きたいなと思います。はい、どうかな。これ 6% 塩が溜まっているっていうことなんでしょうか。多分そうだと思うんだよね。空っぽにするとどうなの。 6% 依然溜まってんだよね。うん。お、塩を削り取る、やった。2個ね削り取ることができました。優秀、そういう考え方ね。あとは塩じゃなくて砂が必要なんだよな。それ以外はなかなかないから、ちょっとね砂を取っていきましょうか。よいしょと。寒い寒い、かなり寒いぞ。もう一発取っていきましょうか。そうすると重たくなるので、これ食べておくでしょ。そしてこれ入れておく。よいしょ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 。はい、入ったね。こっちにもねサッチェルがあるので気持ち入れておきましょう。はい、塩入るかな。塩入りますね。そしたらばまだね砂いけると思うんで、これを取っていきましょうか。まだまだいけるかな。よいしょっと。はい、さすがに重すぎますということで、こんぐらいにしとこうか。そしたらばね、ジャングルに戻りましょう。そして一回ね塩じゃなくてね砂をねここにガーッと出しておきます。塩も出しておこうね。いやー、2つ取れたのはねよかったよかった。そしてこれも出しとく。でガーッとやって、塩が必要なこれ、よいしょと。あと4つじゃなくてあと2つですね。うん。そしたらば今回ね粘土取っていきましょうか。水5キュウリ飲んでおきましょう。これで事実上ね水はね安心ですね。はい、では今回泥なんですけど、運搬用のこれ持ってかなくてもいいかな。素手で取っていきましょうか。湿地だよね。湿地に行けばいいんだと思うんだけど。よいしょと。はい、湿地に着きました。暗い洞窟が気になりますけども、あとそうだ、サゴがさ、ここら辺なかったっけ？ここ、サゴヤシなかったっけ？ここじゃないか。多分ね、ジャングルの道の方かな？サゴがあると思うんですよ。それもね、取ってきた方がいいかな。泥、取ります。よいしょ。よいしょ。レンガにね、どんどんしていかなければいけないんで、もう一発かな。よいしょと。雨降ってる時にね、取るのはチャンスですね。無限に取れるから。よいしょと。はい、入りましたかね。こっちも入れておきましょう。もうちょっと入りそうなんだけど、入んないの？うん。しょっぱいな。そしたらば、こういう感じ。おっと、やばい。麻痺してきたから、これは暖を取るために戻った方がいいかな。ただ、これだけで戻るのも悔しいんだよな。なんか持っていきたいな。まあ、しょうがないか。ちょっとやめておきましょう。そしたらば迷っちゃいけないんだけど、ジャングルの道行けばいいんだっけ。ジャングルの道でいいんだよな。最近迷っちゃいがちだから、おいしょっと行きましょう。さあ30分ねかけてこちらに来ました。一応ね泥の丘とかがあるんですけど、作業はね中でしたいなと思います。こっちに置いていく感じかな。よいしょと。はい、取りました。そしてこっちのね泥の丘も取っておきましょう。そして砂もね取っておくといったイメージですね。外に出るにはこちらね、外に出ますと。いろいろカードが増えちゃってね、もうわけわかんない状態なんですけども。そして我々としてはこれじゃなくて、何を作りたいかというと、室内のものをね確か作りたいんだよな。そのために砂が大量に必要だと思うんで、スーッと取っていきたいと思います。そして中に入りますよね。重いですよね。そしてスーッとやっておきますよね。そしたらばこれだね。とりあえず砂を入れる。今ね、あったかいと思うんだけど、
と多分ね、暖を取るためにかまどにね、火をくべてもいいのかもしれないな。そうしておきましょうか。なかなか火がないんだけども、枝ちゃんでいく？よいしょと、ヤシの葉っぱでもいいか。全部入れちゃおうかな。よいしょと、はい、こんぐらいでいいかな。だいぶこれであったかいと思います。さあ、そしたらば火起こしですね。めちゃめちゃ使ってるんですけども、これで温まるでしょう。さあ、これでね、室内作業をしていきます。よいしょっと。うん。よいしょっと。地味ですけど。ね。よいしょっと。体が若干ね、汚れてるんだよな。水が減ってるね、確実に。大丈夫かな。よいしょっと。さあ、そしたら入れていきますよ。うん。砂がないよって言ってる。砂がないの？もうちょっと入れられる？あれ？これさ、砂建設できないの？小屋はね、余裕がないと言ってるから、なんかちょっと重くなっちゃってるんですかね。そしたらこれ持っておこうか。こうしておけばいいかな。そして建設ですね。さらに今度は木炭、全然違うものをね、欲しております。木炭か。木炭大変じゃん、何気に。これでガンガン木炭取っていく感じ。ちょっとやってみましょうか。あ、これ違うな。残り火になっちゃうのか。そうか。もったいないことしちゃったかもしれない。木炭ね。あとこれちょっと外に出した方がいいかもっていうのはね、粘土ね、乾いちゃう可能性があるんで、レンガとともにね、外に出しておきましょうか。っていうかね、こうぶっ込む。こういう感じでね、これね、外にぶっ込むことができます。自分がね、わざわざ外行く必要がそもそもないんですね。よいしょとこうやってぶっ込んでおきましょう。あとは、我々としては石がね、足りない。外に石は1個あるはずですね。そしたらば、石炭作り、最も効率的な石炭作りは多分ここでやることではないでしょうか。燃やしまくる。乾いた葉っぱ、やばいんですけど、かなりある。よいしょと入れておこう。どんぐらい入れておく？ 30% ぐらいあるとね、木炭って作れてる印象があるんですけど、ラッキー。ここにね、木炭があった。やってた。取っておきましょうか。あと石もある。ね、これ取っておきましょう。そしたらば、一旦さ、これ室内に戻ってこの数で済むのか。あ、ちょうど済むじゃん。最高。これで30分ですね。やったね。よしよしよし。ろ過器できました。これを汚い水ここに入れるといいですよと。海水も入れてもいいのかな。どうなんでしょう。海水でろ過できるはずですよね。確かさ、海水あったと思うんだけど。まあ次回ね、やっておいてもいいかもしれない。それとは別にですけども、水を入れておきたいな。まだ大丈夫かな。食料ちょっと見ておく。まあでもね、明らかに餅はね、めちゃめちゃ良くなりましたね。今日さ、魚取りに行ってもいいかもしれない。がっつり魚取ってこようか、今から。ね、そうしましょう。そしたらば、寒いかな。ちょっと怖いな。寒さが怖いんですけども、行ってみましょうか。うん。海水なんかも取ってみるのもいいかもしれないから、一杯仮にちょっと持って行ってみますね、そうしましょう。で、向こうにさ、多分釣り竿的なものは置いておいてるから、すんなり取れると思うんだけども、そういう取り方じゃなくて、岩場にね、行っちゃうっていうのもあんのかもしれないですけどね。さあ、岩場はそのまますぐに行けないんだよな。一回ビーチに出なきゃいけないですね。これね、時間をよく考えていきましょう。はい、ダメージは何もなかったよと。ここで岩場ですよね。ここに行きましょう。寒さ、やばいな。ここちょっと寒さがやばい。尋常じゃなさそうな気がする。はい、巻き貝取っておきましょうか。で、これですね。森でつっつくって感じで30分やります。はい、やった、取れた。おう、おう、おう。もう少し行く？これで調子に乗っちゃうとやばい。お、すごいすごい。風が強すぎます。避難する。あ、ちょ、待って。避難怖い。これ避難怖いですね。あと一回やった。帰ってくるか。いや、ちょっとこれはね、大事を取った方が良さそうだ。この中入れておきましょう。で、石ね、何気にたくさん使うと思うんで持っていきましょう。羽毛もね、貝殻も持っていく。巣なんかも持っていっちゃいましょうかね。そうしましょう。そしたらば一旦ビーチに戻る。あ、待て、重い。風が強すぎ問題。あー、やばい、これやばい。ちょっと待って、戻れない。待ってこれ入れておくでしょ。石、冷静になれ。この重さはやばすぎる。入れておく。とりあえず入れてね。荷物は軽くしておく。寒さがあります。ゴキュリ、ね、飲んでおきます。あ、暗い。そしたらば、ジャングル周辺行けばいいんだけど、ここでね、海の水をちょっと入れておく。そして、ジャングル周辺に行きましょう。はい。しまった！違う！ジャングル周辺じゃない。バカ。違う、こっちじゃない。
おいしょと、風が強すぎ、避難避難避難、うわ、やばいやばい、時間が、冷静になれ。ここから行くべきところは、浜辺ですね。浜辺に行きましょう。よいしょと浜辺に着いた。そしてね、ジャングルの道です。はい。なんとかね、着くことができた。激しい熱中症と書いてあるけど、違うんだよね。多分、凍傷になってるんだと思いますね。うん。さあ、そしたらば、ちょっとね、これ乾いたものを大量に手に入れて、中に入ろうかな。ただこのストッカーはいらないかもしれないの。これいるか。ね。羽毛なんかもいるかな。ただね、室内が結構パンパンだと思いますんで、練習しないです。ここに置いておいて軽くする。あと荷物関係なんだっけ？石ね。うん。石、やたらめったら持ってきた。ね。錯乱状態で、なぜか石をやたらめったら持ってきたという状況ですね。そして、そして塩はないから室内に入る。一旦これでね、安心なはずだよ。寒さがあるから火起こしを優先するか。ね。かまどですね。ただ燃料がないからつって、ここに大量に入れておく。19ね。とりあえずいいでしょう。そしたらかまど火をつけて、よいしょとやっておく。お腹空いちゃってるので、一個一個やっていく。ね、食べましょう。火ついてるので、ね、あったかくなっているはず。大丈夫な気がする。そして、これをここに置いとくのかな？これで大丈夫なの？綺麗な水になるんだよね。なんかなるっぽいサインになってますね。よしよしよし。そしたらば、それ以外は大丈夫かな。骨結構あるんですけど。ね。巣なんかもありますね。現在ね、19時30分です。もうちょっとこれ入れといてもいいのかな。あ、火ついちゃった。これじゃないんだよな。こっからこう、火つけるような形になっちゃうんだよな。うん。さあ、我々ね、凍傷にかかっているので、ここでじっとしていくとガンガン下がっていく。ね、ピンチは脱しましたよっていうことになりましたね。下手のね、スキルなんかも上がっております。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね？続きが見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack, pack, gear. Pack again. Pack, pack, gear. In pack, gear. Pack, pack, gear. In, can't get back to coast. Hold back, gear. In. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.